染まるの？そうなんだ。伝わるんだよ、俺の血液、その伝統が。そうか、そうか。お前なんてねえだろ。あれ？これしてないだけだ。ようこそ、かっこ笑いへ。僕たちの司会者を務めるグッチとモーちゃんです。いるわけねえだろ、そんなもん。誰が噛んだよ。よし。あれでもなんか今日箱準備しなかったもんが、なんかインターネットで買った箱さ、俺が出すのかよ。そうだよ、俺が出してどうすんだよ。押し込んで俺が出して。なんでお前落ち込むんだ。どっからやろうか。どっから。お前頭下げろ。あ、ちょっと待って、なんか俺の電話もいい予感がするぞ。おお、俺も当たったぞ。何が。あれ。なんだよあれだよ。ニヤニヤしてんだよ。嬉しいからだよ。何が。彼女から電話が来たよ。何が当たったの。意味わかんない。何が当たったの。何でしょう。お前途中で帰んなよ。応募したものが当たった。ごめん。デラックス掃除機が当たったんだよ、お前。めっちゃいいじゃん、そこ。だろ。欲しかったんだよ。デリックスデラックス掃除機。うん。あーでもこの調子だとさ、なんか、そうこれね、ようこそ。ちゃんとしろよ。まずいじゃん。最高一口目。あ、最高の一口。あ、俺もわかんねえ。まあ、NG 多くなりすぎだよ。じゃあ始めるぞ。ようこそ。何？わかんない。間違ってないだろ。早くしろよ。ようこそ、かっこ笑いへ。司会者を務めるグッチと坊ちゃんです。笑うなよ、ボケ。何やってんだ、これ帰りてぇよ。今から勇者勇者勇者これいいか。これ笑っちゃダメだろ。これいいんですか。すいません、これいいですか。もう一回。すいません、これいいんですか。ダメ、ごめん、ごめん、ほんとごめん。もう一回だけ。ダメ、だってメガネ飛ばないから。いいから、そっちで切るから。これでいいんですか。君、はい。めちゃくちゃ面白いじゃんけ。君、はい。はい、君。もうそう。君、はい。これダメだ、もう。なんで一緒の声にしたいけど。